ベレズニキは、ロシア連邦ペルミ地方の都市。鎌川の下半に位置し、ウラル山脈が横切る。ベレズニキは2009年現在16万4873人の人口を有しペルミ地方では2番目に大きな都市である。ベルズニキの地名はもともとこの地が、川の木林であったことから来ている。ベレズニキは1932年成立され、 ソビエト連邦時代、ヨシフ・スターリンの下、工業が急速に発達した。1991年のソビエト連邦解体後は22万人、あった人口は19万人に減少し、失業者が増加したが、主要な産業は維持された。チタンやナトリウムなどの大きな化学工場や、カリウムやマグネシウム、カリウムなどの鉱山がベレズニキでは創業している。後輩はひどいが、 都市の周りでは美しく独特な自然環境があり、郊外では野生動物が通りを歩く。森や湖は綺麗さや平穏さはまだ保たれている。多くのアウトドア派がロシア中からオフロードや探検のためにやってくる。ベレズニキには劇場や地域の歴史博物館なども立地する。ロシア連邦諸外大統領ボリスエリツィンは ベレズニキのプーシキン高校を卒業している。2006年8月28日発行の経済雑誌、コマーソンデ電離に、ロシアの300大企業が発表された。ベレズニキからは、カリウムの化学メーカー JSC アラルコリーが、資産31億2820万ドルで、前年より6位順位を上げ26位にランクした。リストでは現在、JSC は、 ロシアの化学メーカーの中では一番の資産がある企業でペルミ地方では最大の企業である。ありがとうございます。